こんにちは。今ちょっと運動始めちゃったけど、重度が。砂像戦艦ガラレオン、続きからやっていこうと思います。お母さんとようやく再会できたところからです。あと脱出するだけだぞ。ああ、回っている。ほい。あれまたこれあれじゃない？よよよよ。こんなところにショップボックスが。中身は変わんなさそうか。で、私ちょっと売りたくて。あ、これこの辺の、え、結構お金になる。しかもこれさ、ずっと99とかでさ、こんな絶対使わないから半分は売っちゃうかなと思ってて、すごい。これこんなにお金になったんや。もったいないことしたな。ほんと早く売りさばいちゃえばよかった。すごい。うわー、こんなお金になるとは。よし、ありがとう。んで、こっちか。上に行けそう。手前にも行けそう。壁か？あ、スイッチがまた。スイッチとなんだ？剣だ。これは運んでく感じなのかな？ん？これ行き止まりだよね。乗せて上げていくのかな？ちょっと待って、下げて。ほい。あった！ほい。これを置きます。あげる。結局でもこっち下げれば登れるんか。なんだっけ、これで。これじゃさすがに登れる。ここなら登っていける。あ、いけそう。これでいいのか。これで運ぶ。運んで、どこかあったっけ、剣。やる場所。あ、ちなみにここにもあるっぽい。どこだ？全然わかんない距離感。この辺？もうちょっと奥かな。ここら辺？もうちょっと手前か。わかんないんだよ。ほい。で、上かな。こっち行きます。広いね、マジここさ。ほんと広くない？何パート使うんだっていうぐらいめっちゃ広いんだけど。お、剣意味なし。落ちちゃったよ。あれ、ここなんかありそうだな。あ、こっち側から行けなんだ。うわ、飛ばしていくよ、この野郎。あそこ足場だったんか。下降りちゃったよ。また剣取りに行かなきゃかな、これ。マジかよ。1260ギャラだ。それは嬉しいけど。あー、くそ。多分使
うだ、行ってみるか。またこの仕掛けだ。え、なんか見える。あれだ、やっぱり持ってこなきゃダメなんだ。またじゃあちょっと戻って取ってきまーす。よし、戻ってきました。無事来れましたよ。あのカットしてると思いますが、変に無駄に溝にはまったりね、落ちたりとか、あのすごいしました。ここでね、気をつけないと。ここでさ、また落ちたりしたら剣戻っちゃうもんね。気をつけよう。で、上げて落ち着こう。なんかね、今日まあ今日もかもしれないけど、特になんか操作がね、そわそわしてるんだよね。そういう日ない？なんか今日あんまりなんか落ち着きないなとか、操作しててそういう時ありませんか？はい、よし。これでいけるか。よかった。うん、ついにあいつが来るのか。いやー、怖い怖い。行き止まりですよ、少年少女。この先には行かせません。あなたはあの時の、そうだ、柔道見たことあるんだ。どこかで面識がありましたか？そこをどいてよ。あなただって世界のことを一生懸命考えていたじゃないか。どうしてこんなひどいことばかりを。何を言っているのかわかりませんが、今も昔も私が憂うのはファルガイアの未来です。ファルガイアの未来を担う少年少女を傷つけるのも本意ではありません。ここはどうか引いていただけませんか？それってまた母さんたちを捕まえるってこと？そんなの嫌だ。致し方ありませんな。この注射器に満たされたサンプルセルの力を借り、我と我が身を盾として甲板までの通路を塞ぎます。下がっていてください。危ないですよ。うわわわわわわ、よかった。影の描写だけで、それだけでも嫌だけど。ねえ、なんか伸びてる。うわ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 、姿に。いやー、気持ち悪い。人がモンスターに変わるなんて。あの細胞みたいなのに飲み込まれたんだ。あの人の意識は？おそらく飲み込まれてしまったのだろう。なんということだ。今ならどこまでもかけていけます。アウグスト、本当にあれでいいんかね。さてと、アーム暴走体になってる。アポトーシスと活性、属性は活性なのか。15800ミラクルベリー落とす。アウグストはね、多分何もしてこないかなって感じがするんですけど。行きます。声出していこう。ひとまずちょっと、あの、あ、ラクエル、これ攻撃するわけでいっか。一回攻撃しそうな。ごめんね。つえー。クリティカルだってよ。おいおいだな。
ジュードの出番はまずちょっとアサルトバスターを試したくって、反応差だからちょっとステータスを上げて挑もうと思うんですけど、まずミスティックで、あ、待って、結構もらえるってもらえるか、経験値と準備だけ先にして、ラッキーカード、あ、そうだね、なんか今気づいたけど下のところ見てわかる通りアウグストのターンっていうのがないんですよ。だから何にも多分してこない、本当に塞いでるだけ今の状態って。みんなを助けたい、私がいます。で、ここら辺でクイック、で、あるのにフラジャイル、まあかけるか、フラジャイル、ごめんね、面白い、で、やら転がしてもらうか。で、レイブーストいけるかな、これで助け合うのがチームプレーさん。いけなかったら次もう一回試してもらおう、もう試そうと思うんですけど、で、スローダウンで、反応ダウンさせて、で、ギャザーで柔道を起こさせる、で、柔道の反応上昇状態、なんかね、あのレイブーストすごい効果時間短いらしいよ。これでいけるかな、アサルトバスター。いけなかったらバッチとかちょっと変えようかな。いけ、お、6万4000、おお、ハハハ、オッケーオッケー、攻撃してこないみたいだけど、こっちの攻撃も全然効いてないよ。いや、だいぶ効いたけど、なんかね、何かの、あ、そのエクストラファイル、 EX ファイルの達成条件みたいなのがあって、1回のダメージで5万ダメージ以上与えると1個実績解除みたいになるんですけど、それがここで達成しやすいらしいです。はい、今多分6万いったよね、一瞬だったけどいけた気がします。聞いてはいる、だがダメージのエネルギーを吸収し際限なく再生しているんだ、まるでガン細胞のような。恐ろしいな、どうするんだろうこれ。すごい経験値、クラスレベル4だしかも。あちこちで爆発が？この衝撃は。まさか船を自沈させるつもりなのか？手間取っている間にここまでやってくれるとは。やばいね。モンスターに足止めされている場合ではないな。やむをえまい。爆発で破損した隔壁の向こう、危険なルートだが、そこから甲板脱出するぞ。どこどこ、あそこか。あれ、もう出てきたってこと？火の周りがすごい。早く甲板に出てこの戦艦脱出しないと。ああ、そうだよね。母さんたち大丈夫かな。ダメなんじゃない？そう。あ、掴んだった。アオグストあそこにいるし、どうにもなんないんじゃないか。大丈夫か。なんか上回ってる、すごい。上からも行けたってこと？
そうかもしんない。結局でも下降りてくるのか。上も行けそう。いや上に行くんだなこれ。待って、上に行くのか。下からじゃ行けない。あれを当たってくんだ。橋があるから降りちゃったよ。これを行くのね。で、あ、上に乗っていくってことか。ゲゲゲゲゲ。飛ばしていくよ。飛ばしていけない。ああ。しかも弾かれちゃわない？ここまでと。これ行けんのかこれ。あ、あ、これゲージがない。あ、そうだ。あそこでゆっくりできない。マジかよ。でもあのまますぐ乗り込め渡れるんだな。オッケーオッケーオッケー。僕の全速力。ここで慌てないね。ああ。こっちに乗って。ああ焦っちゃうよ。焦っちゃうよこれ。ここに来てこんなアクセラレーター使う暇がない。暇がないというか普通にじゃこれ乗ってっちゃってもう使わないで行く。落ちてんじゃない。やっぱ一回横か。ちょっと待って待って待って。私は気づいた。ここは落ちない。ここは落ちないことに私は今更気づきました。なんだよ、一回ずつちゃんと使って渡れるんじゃん。なんやねん。回復してから行こう。すぐ上行っちゃってのはいけるかな。上っていうか上いけるかな。そのままいけそうだけど、あそこから今度飛び乗ればいいのかな。いいんだよ、早く気づけばよかったよ。安全地帯ありました。いけた、普通にいけた。よし、出口か。あ、来た、よかった、ちょうどよかった。あなたたちも甲板に来てたのね。お母さんよかった。エアボートのエンジンをかけて地上部から竜に飛び込むわよ。なんでこんなに作業戦艦が爆発してるんだ。本当にオーバーヒートさせたのか。まさか、せいぜいシステムトラブルのはずじゃ。それお前も知っているじゃろ。うわわわ、爆発箇所と火災が広がっている。この船もそろそろここから脱出できてもあいつらのところに行くの。ええ、そして戦うわ。ディバインウェポンを止めるために。どうやって戦うんだよ。全然絶対戦う人じゃないのにな、お母さんとか。どうして母さんが戦わなくちゃいけないの。そんなのおかしいよ。戦時中お母さんたちはハルガイアのためにアームを研究してきたの。でもアームはハルガイアを傷つける兵器になってしまった。もうそんなことを繰り返したくないの。過去の償いを果たさなければいけないのよ。未来のために。うわぁ、畜生、こっちのエンジン壊れているのか。うんともすんとも言わねえぞ。整備不良じゃないのかい。壊れているのなら直せばいいだけのことさ。ダイアナさんすごい。なぜんかな。その通り、ブラックアーティストを舐めてもらっちゃ困るわよ。さすが科学者だもんな。ちょっとジャンル違う気するけど、
君たちはあっちのエアボートで先に行ってくれ。エンジンはかけておいたぞ。おー、すごい。未来のためにって、ファルガイアの未来が今より素晴らしいかどうかなんて母さんにだってわからないだろ。それなのにそんなよくわからないことのために母さんを戦おうっていうの？未来のため、ディバインウェポンを止めるため、戦うわ。だってお母さんには少しだけ未来がわかるもの。少し先の未来ではこのジャケットもきっとあなたにぴったりのサイズだわ。それが見たいからお母さんは自分のできることをしたいのよ。あなたたちのエアボートは準備できているみたいよ。急ぎなさい、柔道。うん、でも母さんたちも早く。また離れ離れなんて僕は嫌だ。曲が悲しい。大丈夫か。したのか、助けられたのか、俺たち。うーわ、またすごいでかくなったな。よし、切れぬようなエネルギーが爆発寸前の状態。わずかに残ったあの人の意識が止めてほしいと囁いてきます。私たちにできることはこの手でなせることの少なさ。嘆くばかりが私なのか。うわー、悲しい。なんかウルストもこんな、またちょっと狙おうかな。いやー、どうしてもラクエルが一発与えちゃうんだけどな。すいません。5025、反撃がある。今回なんか喋った。普通に倒すか。なんかかわいそうになってきた。とりあえずアイテムしてみる。ミラクルベリーありがとうございます。また向こうからの攻撃自体だけど反撃があるんだ。ちょっと遊べ。なんか言ってる。ラクエル何すっかな。おい何すっかな。だよな、アイテム使うしかないんだよな。ギャナ転がしとくか。かわいそうな姿だよこれは。なんかギャナ転がしたけどあんま光ってるのが見えないぐらいでかい。フラザイル、経験値もらえるよね。何も見ないでギャラ転がしとかちょっと使える。うん、もらえる。
くいね。で、船材でかけたスローダウン。ラクエルが暇。回復でもしてますか？ファンシフトで回転。レイブースト。向こうのまだ効いてるかな？束ねた力はより強く。アルノーさんの力借りてもいいですか？女の子に頼まれて断れるはずないだろ。男ってば峰っぱりなんだよ。なんか増えた。操作のグレネード覚えたぞ。無属性の魔力攻撃なのか。で、今ごめん、それどこじゃなくて。それどこじゃなくてだな。キキーン。状態が分かんないなぁ。あ、でも効いてるか。あと使えじゃねそうなやつは特にないか。で、柔道に任せますかね、じゃあ。うん、よし、行ってこい。あ、ブスト安らかに。悲しい。違う。あ、サンプルセルの活性係数を計測。予測数値の 43% オーバー。ご苦労様アウグスト。最後の実験データ、局長がきっと役立ててくれるわ。うわー、真のイルズベイル監獄島へ。ディバインウェポンの起動を急ぐのだ。鍵たる少女もアームの研究者たちもいないのよ。一体どうするつもりなの？もう一つの鍵ならすでに用意してある。俺もすっかりカッコ悪い大人だ。正義を口にする資格もなくなっちまった。それでもまだ俺を信じてくれるなら、その時はナーチュード。なんかもう柔道がかわいそすぎてっていう気持ちなんですけども、ラムダのね考えも気になりますが、ひとまず、いやーかわいそすぎるよな、あんな目の前で。はい、ってところで今日は終わりにしようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。